イタリア銀行は、イタリアの中央銀行。欧州中央銀行制度を構成する銀行の一つ。現在の総裁は、イニャーツヨビスコ。欧州中央銀行が発足した現在、国内銀行、金融業の監督が、イタリア銀行の主な役割となっており、政府の定める法規を通じて安定的かつ、効率的制度の確保、それら法令規則の指導を行うことが、 主な業務である。その他の業務として、市場の監視、決済業務の支払い準備制度監督、国庫金の推奨、経済状況の分析、規則制度上の指紋などがある。なお、2006年時点で、イタリア銀行の金保有量は2451.8トン。1893年、イタリア国内主要4銀行の統合によって、設立された。 監督職は1928年まで総支配人という役職だったが、現在は総裁。総裁は、共和国大統領の任命する内部機関によって選出され、その任期は7年と定められている。総支配人総裁イタリア銀行の管理体制は、取締役会と年次株主総会によって構成されている。年次総会は、監査役の任命。 財務諸表の承認が目的であり、取締役会は、総裁が管理権を持つとともに、議長も総裁が務める。ただし2005年の法改正によって、議長が独占的に持っていた決議権は多数決制に移行し、銀行や金融機関といった外部参与も取り入れている。取締役の任期は6年で、人選をその都度入れ替える。 総裁の任命は、取締役会の助言をもとに、共和国大統領の承認をもって政府が命じ、取締役会は、銀行法に基づいた株主らが選出する。ありがとうございます。